戦後アメリカ軍が強制使用していたアメク、上野やメカルなどの土地が返還されたのは昭和62年1987年のことです。跡地利用の計画地区内には豊かな歴史を物語る古い時代から近代まで続く古い墓が多数発見され、その重要性から文化財として保存されることになりました。また首里王府の領地であったことなどから御嶽が多数あり、移動などに伴う御願を行っています。その後新都心建設に向けた工事が本格化、電線の地中化の工事も行われました。平成9年1997年那覇中環状線が開通しました。現在は朝夕や週末には渋滞する道路となっていて、交通問題が那覇新都心の課題となっています。